はい、皆さんおはようございます。ぴったりチャンネルです。わ、なんか今日のこのシーンで買ったこの帽子がホテルの社長にしか見えないっていう。これから私は韓国に行ってきます。3年ぶりの韓国です。めっちゃ楽しい。今の現状の韓国をこの動画を通して皆さんにお届けしたいと思います。1時半にならないと窓口は開かないみたいですね。パスポートとチケットを持って備えたいと思います。私が韓国に行くタイミングに BTS のコンサートがあるんですよ。私はその目的で行くわけではないんですけれども、割とそれを目的で渡韓される方も多いので、本日は満席になっているそうです。あと言い忘れてた。必ず韓国に行く前には Q コードというものと、あと KETA というものをアプリでダウンロードして、日本で必ず手続きを済ませてからチェックインをした方がいいと思います。チェックインカウンターのところで KETA やりましたかって言われたので、その時にコピーも取っていると安心だと思います。なので必ずそれをして YSOS というアプリもダウンロードしておいた方がいいと思うんですけれども、またそれは後ほど載せますので、渡韓初めての方、久々に韓国行かれる方はぜひこれを参考にして韓国に行かれてみてください。それでは後ほど。皆さん、韓国へ到着しました。 Wi-Fi も借りまして、そしてお昼ご飯も食べて、これからソウル駅まで高級リムジンと呼ばれるバスに乗っていきたいと思います。入国まではそこまで時間かからなかったです。約30分ぐらいで入国できました。まずはじめに着いたら Q コードがあるかないかと言われ、バーコードを照らして入国審査があって、で荷物受け取ってって感じ。前準備が必要なのかなと思いました。第一ターミナルに着いたら、いつも借りてる Wi-Fi があって、10番出口の近くにある KT-Wi-Fi っていうのを借りてます。10番出口から少し行ったところ KT-Wi-Fi レンタルのところに来て、レンタルという赤いところをポチッとして、番号が呼ばれたらパスポートと同じ名前の書いてるクレジットカードと、事前に KT で予約した時の控えが PDF で送られてくるので、それを提示します。行きにアパホテルの社長だなと思って、ちょっと帽子の形を変えてみたら、これ正解がわからない、この帽子の被り方の。ということで韓国の旅が始まります。めちゃめちゃ楽しみ。リムジンバスはどこだ。無事ソウルに着いたらまた動画を回したいと思います。じゃあね。このビーチというところになります。コロナぶりに再会する、いつもお世話になってる韓国人のユさんにお会いしたいと思います。ユさん、ちょっと待ってる。会えた、嬉しい。脈測ってもらってるのかな、これ。久々に脈測る。今日寝不足だからな。え、血回してるの？足を乗せてください。OK です。これで何がわかるの？食べちゃいけません。携帯機能を検査しています。大丈夫かな？食べちゃいけません。心臓とファイルを検査します。こんな感じで。
感じですね。ここで針とか、ここでも針ができるんだ、うん、へ、温めるとか、それいろんなことができますよって。これは妊活のためにも、うん、まあいろいろ、うん、あ、ちっぽい針があるんだし、ここのすっごい漢方の匂い、漢方がすごい匂い、うわ、これ全部薬？薬らしい、うわぁ、すごく薬臭、うん、こういう感じですごい、薬作ってるんだ、そうね、どうやってしさそう、漢方薬を洗って洗いますね、こっちで물은생수라정수기원하는걸로하고ハムスターの食べ物みたい。ウサギとか。マホか。これは何ですか？これはサービスです。サービスなんだ。これをここに入れるのね。ご飯を食べて夜の韓国をさまよっています。ハロスキーだったりはすごいですね。若者がこんなことでご飯食べたり飲んだりしてます。私がよく行っていたあの服屋さんとかも全部潰れたりとかしていて、ちょっとお買い物しに来たはずが何も買うものがなく、ちょっと今はうろうろしながら可愛いカフェなんか探したりしてます。な、可愛いパン屋さんがある。若者の街ですな。あ、何これは、プリクラ？何これ、可愛いんだけど、でもちょっとお一人様だからな、入りづらい。夜の韓国も活気があって楽しいです。今回はお一人様旅行なので、夜に一人で出歩くのはなかなか寂しいもので、私ビールが好きなんですけれども、特にビールを一人で飲もうという勇気もなく、これからホテルに帰りたいと思います。はい、入ったらこんな感じで皆さんそれぞれの時間を過ごされております。私の部屋がここ411です。朝になるとここでみんなで朝ごはんを食べます。パンとかコーヒーが用意されていて、あとオレンジジュースもあったかな、それを勝手に食べていいそうです。ここにはアイロンがあって、洗濯物出してほしい人はここに入れるそうです。私は一回も出したことがありません。これをひっくり返すとお掃除してくださいのマークなんですけど、またこのキャラクターもめっちゃ可愛いです。お部屋に入っていきましょう。靴を脱いで入ると突然扉があります。こちらにはシャワーとお手洗いが一緒にくっついております。なんかこのよくわからない映えそうで映えない壁がありまして、くるっとこちらに向くとじゃーん、赤ちゃんの絵、そして下にはこう2段ベッド風になってるんですね。ドライヤーも準備されていて、私はこの下にキャディバッグを置いております。
今日使うバスタオルが2つあって毛布とクッション2つ準備されてます。でここにはテレビがありまして、下を向くと冷蔵庫も小さいのがあります。こんな感じで1泊この時期ですと約5000円ほどになります。女の子1人で泊まるにはちょうどいいサイズなのかなって思うんですけれども、まあ、好き嫌い結構分かれますよね。こう入れるとね電気がつきます。オリーブヤングでこちらのものを購入してきました。パックはね一部半額だったので私の直感で選びました。こちらがヘアケアグッズ、シャンプー、トリートメント。これは何でしょうか。洗い流さないトリートメントだといいなって思ってるんですけれども、このシャンプーたちがですねバズってて、こちらの商品たちを購入いたしました。今日はあのイテウォンクラスで有名なイテウォンにやってきました。皆さん私なんかよりもめっちゃテンション高い。女性がお買い物するにはとっても楽しい駅ですよね。いやこんなにも楽しいなんて思わなかった。急に寒いですよ。現在何度ぐらいなんだろう。体感温度的に私は、ね、ちょっと待って、そこにクロエのバッグがある。あれ光るの？なんか韓国って感じ。皆さんイテウォンクラスわかる？知ってますよ。え、知ってます？ドラマ見てました。私あれすごく好きだったんですけど。歌じゃない。ああ、そうだ。歌えないけど。私もどんなんだっけ？だったけど。皆さんあれ本物いなかったのか？これ。なんか随分売り子の猫だな。猫じゃない犬だなと思ったら。あ、なんかイテウォンクラスって感じ。おしゃれ。おしゃれなカフェがある。やっぱ平日はそこまで人がね、いなくて。歩きやすいですね。私は平日が好き。平日好き？まあそうだね。多ければ多いほどいいじゃないんだけど、甘いとなるとそれでもおかしいけど、うん、買い物しやすいしね、ゆっくり歩けるし、うん